ロハ、おはようございます。新しい朝やってきましたね。はい、食べます。クリームチーズトースト、今日はプレーンでいきます。プレーンも美味しいよね。いただきます。はい、うん、うまい。ワクさんとね、楽しい時間を共有することができて、動画もね作れましたね。これから上げていくと思います。この動画が出る夜、はい、今日の夜からワクさんと一緒の動画をちょっとずつ上げたいと思います。ワクさんと過ごした時間、一度に出しちゃったら僕本当もったいないなと思って、ちょっとずつ小出しにしようかなと思ってます。あ、それなんか僕も楽しいし、みんなも楽しいんじゃないかなみたいな思うので、うん、それで行ってみたいと思います。楽しみにしていてください。ワクさんはワクさんでね、ちょっと後からまた編集したりしてね、ワクさんは大変だと思いますので後からあげますけど、まあ一応あのワクさんの許可も、もらいましたので、ね、少しずつあげたいと思ってます。楽しみです。はい、今日の夜はワクさんとワイキキでサーフィンした時の動画をあげます。ネタバレです。ネタバレ、まあ、ちょっとずつ、ちょっとぐらい匂わさないと楽しくないからね、期待しててくださいね。面白いです。うん、ワクさんとね、僕あの趣味が合うんですね。サーフィン2人とも好きなので、サーフィンたくさんやりたかったけど、結局サーフィン 1回しかできなかった。一緒にしたの、サーフィンしたのは、うん、でも楽しかったですね、うん、バン。はいよ、でかいよ。残り半分いきます。あとマンゴーの動画のコメントありがとうございます。めっちゃうまい、あのマンゴー甘いしジューシーだし、そしてあんなたくさんもらったでしょ。もうすべて全部のマンゴーが食べ頃なので、もう食べきれないので全部カットして身だけにして冷凍にしました。僕はあれをスムージーにしたりシャーベット作ったりとかできるんですね。凍らせるでしょう、あれ、あの果肉をミキサーに入れて、ミルクちょこっと入れてグイーンってやってスムージーみたいにして、それを凍らせますとシャーベットになります。めっちゃうまい。砂糖も何も入れなくてもいいの。あの果肉とミルクだけ、ミルクちょこっとだけ伸ばす程度にミルクを入れて
マンゴーシャーベットめっちゃうまい。みんなにも食べさせたいけど、まあ代表として僕が作って僕が食べます。みんなさんの皆様の前で僕が食べてみたいと思いますけどね。また作った時には動画出したいと思います。うまい。最後の最後のひった口です。はいよ、終わりだよ。さあ、一日が始まりました。美味しいクリームチーズを食べて幸先のいいスタートになりました。今日も頑張りたいと思います。コロナに負けないで頑張ろうね、みんな。それじゃね、いってらっしゃい。青い方、またね。